うむ、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 うむ。会長、うむっていっぱい言ってる。ちょっと怖い。あ、いよいよ第1問が始まるみたい。ドキドキ。バブちゃん、クイズ始まるよ。起きて。第1問。1950年に台東の前身となる個人営業の輸入会社台東洋行を設立した創業者の名前を次の1から4の中からお答えください。1ミハイル・コーゲン、2ミハイル・シューマッハ、3ミカ・カノー、4ウォッケ・シューズ。うむ、偉大な創業者の名前はもちろんみんな知っているだろう。それでは行くぞ。シンキングタイムスタートだと言えるのだ。簡単です、バブ。さすがバブちゃん、自信満々。糸ちゃんは1問目から全然わかんないよ。もうどうしよう、主人公なのに。でもきっと一番可愛い名前だよね。可愛いのはよし、決めた。もうウォッカ好き。おじいちゃんが言ったですもんね。ウォッカは温まるって。もうおじいちゃんが言ったですもん。メガネが、僕の唯一のアイデンティティであるメガネが。集中だ。メガネのことは一旦忘れて集中しよう。新しい創業者のお名前は確か入社試験でも出たような、あれあれあれ、全然思い出せない。やばい。ひとまず落ち着いて考えるんだ。新しい、まず4のウォッカ収蔵は日本が誇る偉大なテニスプレーヤーっぽいから違うと。それから3のミカ・カノーは京子さんの妹だから、これもまた違うと。2のミハエル・シューマッハはドイツのすっごい速い人だから、これも違うと。となると答えは1のミハエル・コーガンだ。この問題は正解できそうだぞ。よーし、新しい絶好調です。誰にも見えないけど。ちょろいぞ。パンパンの通勤電車で4日連続座れてる、記録更新中の今乗りに乗ってる男、この汚いにとってはちょろすぎるぞ。グヘヘヘ、汚いゴーゴー。はい、そこまで。ミカ・カノウだって響きがぶっちぎりに可愛いもん。可愛いしか勝たん。4のウォッカ収蔵ばい、じっちゃんの名にかけて。グヘヘ、もらった。バブ。回答出揃いました。それでは会長より正解の発表です。会長、よろしくお願いいたします。ガーガー、ガクガク。うむうむ、正解は1のミハイル・コーガン様である。ミカじゃなくてミハエルなの。ミハエルも可愛いけど悔しい。じっちゃんごめん。グヘヘ、若造どもめ、こんな問題もわからんとは。もう電車で帰りたまえ。この時間ならまだ空いてますよ。お疲れ様でした。グヘ、早くもバブヤマくんとこの汚いの一騎打ちになりそうだな。グヘヘヘ。まだまだこれからだもん。糸ちゃんの野望叶えるんだもん。そうですよ、まだ第一問です。糸ちゃん、一緒に頑張りましょう。うん、新しくん。え、どこ？ここだよ、糸ちゃん。メガネと社員証だよ。バブ、黙りなさい。死後を慎みなさい。ミハエル・コーガン様は台東貿易株式会社を設立し、輸入雑貨類の販売、日本で初めてのウォッカ醸造販売を開始した偉大な方なのです。創業者のお名前を答えられないような方は今後駆逐しますので、ご了承ください。駆逐？うめ、ウォッカは良い。ウォッカはとても良い酒なのだ。ウォッカはよか。では行くぞ。え？ウォッカ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 ウ。ちなみにそのウォッカを下ろしていたバーのつながりを生かして、ミハイル・コーガン様はジュークボックスの賃貸事業に着手します。
これからは形のないものを売る時代だという先見の明がここに現れてますね。へえ。その後、純国産ジュークボックス、パチスロ、クレーンゲーム、自動アーチェリーセンター、ビリヤード、ピッチングロボット、スペースインベーダーなどなど様々な事業を展開してくださったおかげで今日の株式会社台東があるのです。今はインベーダーとクレーンゲームだけだね。糸ちゃんバッサリ行くな。でも可愛いね。っていうかジュークボックス、ピッチングロボット、本当にいろいろな事業にチャレンジしてきたんだな。勉強になります。つまりは電車でゴーができるまでの線路を作られた方なのだ。全然違います。黒歴史だけんね。やめなさい。人工知能を組み込んだピッチングロボット、明日作るバブ。作んな。うむ、実に良い状態だな。正解した者は偉い。1ポイントを授けよう。正解したバブ山さん、北内さん、新しさんにはそれぞれ1ポイントが入ります。よーし、やったー。バブー。うむ、肩慣らしは終わりだ。次回第2問からはいよいよ超難問が待っておるぞ。心しておくように。凄まじく良い状態だと言えるのだ。極意。そうですね、会長。それでは残念な女が歌うテックテック満月、我慢してお聞きください。残念じゃないもん。歌声も可愛いし、挿絵も可愛い。完璧なエンディングだもん。誠にけっですね。次回もバブバブ。